はい、プレーボールどうも野球人です。清宮幸太郎、高卒5年目で打撃覚醒、〇〇率が一元の数字にということで、今回は清宮選手のお話ですね。鳴り物入りでプロ入りした彼ですが、ここ数年はですね苦しんでおりました。ただ今季に入って打撃が覚醒、なぜ打てるようになったのかというところですね。データを、踏まえてお話していくんですけど、ある数字がねちょっと異次元の数字になっているというところにね注目していただければなというふうに思います。それではまずね、清宮選手どういう選手か、成績かというところを振り返っていきましょう。はい、では見ていきましょう。清宮幸太郎選手、プロ5年目、出身地は東京都、1999年5月25日生まれ、23歳、184cm94kg、ポジションファースト、外野、右投げ、左打ちの選手です。2017年ドラフト1位指名で、今季年俸1700万円、スーパー中学生として当時から注目され、早稲田実業高校に進学後もホームランを量産、歴代最高となる高校通算111本塁打を放ち、7球団競合で日本ハムに入団します。1年目から2軍で好成績を残すと、1軍でも7ホーマーを放ち、ポテンシャルの高さを見せつけました。しかしその後は怪我もあり、なかなか周りが期待していた成長曲線を描けず、昨年は自身初の1軍出場なし、さらに2軍でも打率1割9分とキャリアワーストの成績で苦しいシーズンとなっていたということですね。はい、清宮選手ですね、本当に注目度の高かった選手というところになりまして、強豪になったせいですね、日本ハムに、来たんですけれども、本当に1年目っていうのは素晴らしい成績残しておりました、ね、ただですね、そこから、なかなか苦しんでいると。 NPB 通算成績ですね、昨シーズンまでは230試合で、1割9分8厘、126安打21ホーマー、 BBK0.59、 OPS0.629 という成績です。はい、まあ見るとですね、ホームラン数はねさすがかなっていう感じですね。4年で21本というのは悪くない数字かなっていうふうに思うんですけど、ただ清宮幸太郎、だとですね、もう少しね、成績っていうのをどうしても期待してしまうと。はい、で昨年は1軍出場もなしで、2軍でもですね、106試合で1割9分、78安打19ホーマー、 OPS0.700 ということで、ホームランはしっかり打っているんですが、打率っていうのがかなり低くなってしまったと、ベースも伸びていないという成績になっておりました。はい、でそして今季ですね、5年目ということになりました。新庄ビッグボス政権に代わって、さらに、減量もね話題となりました。体重減らして、どうなるんだろうと、飛距離が減るんじゃないかみたいなことも言われていたんですが、何か変えないとというところでね、減量したというところで、それで挑んだ今季というところですね。成績見ていきましょう。はい、では清宮選手の今季成績チェックしていきましょう。まず3月からですね、3月は14打席で2安打1ホーマー、3三振4四球、打率2割、OPS1.029 という成績です。そこまでね、3月なので打席数は多くなかったんですけれども、ホームラン放っておりましたし、悪くないね、成績かなというふうに思います。ですが4月に入るとですね、44打席で7安打1ホーマー、19三振4四球、打率が1割7分5厘、OPS が 0.575 ということで、4月はですね、ちょっと状態悪かったですね。三振もね多くなって、 BBK も 0.21 ということで、なかなか苦しんでいた次でございました。それでも5月になるとですね、75打席で17安打4ホーマー、17三振9四球、打率2割6分2厘、OPS 0.929 ということで、しっかりとね、成績残せるようになってきました。率もそうなんですが、ホームランで4本放ったっていうのが大きかったのかなと。はい。で、そして6月ですね、もう好調でして、46打席で13安打1ホーマー、13三振6四球、打率が3割4分2厘、OPS が 1.001 という成績です。ホームランはね、まだ1本なんですけれども、打率が非常に高くなっておりますね。で、OPS も 1.001 ということで、3、4、5、月と比べても一番高い数字ということになっておりますので、やはりね、好調であるというのは間違いないのかなっていうふうに思います。はい、で、計見ていくと、179打席で39安打7ホーマー、打率が2割5分5厘、OPS が 0.864 ということで、非常にですね、いい成績っていうのが出せているかなっていうふうに思います。先ほどのね、通算成績と比べても、明らかに今季は好調ということが言えるでしょう。はい、さらにですね、今季は打定というところもあるので、現在規定打席にね、到達するまであと17打席不足はしているんですが、このままのペースでいけばですね、規定打席にも乗ると。で、順調にね、いけば、実は規定打席に乗ればですね、OPS がリーグ2位の数字になるんですよね。今の OPS 0.864 ということで、例年であると、そこまでめちゃくちゃ高い数字ではないんですけど、今季で言うとですね、これより上の規定打席の数字っていうのが、実は西武の山川選手のみというところになってますので、いかにね、彼が今シーズンしっかりと打てているっていうのが分かるんではないでしょうか。
はい、ではですね、なぜ彼が打てているのかっていうところね、指標の方を比較していきましょう。1軍で出ていた2020年シーズンと比べていきます。まあ、指標の、ね、説明は上の方を見ていただけたらなっていうふうには思うんですけれども、これとですね比較していくのが今季の成績ですね。まず ISOP ですね、長打力っていうのが非常に良くなってますね。で、選球眼に関してはそこまで変わっておりません。で、K パーですね、三振率は逆に低くなっているというところが分かります。で、まあ、差を見ていくとですね、顕著なのが、まあ、やはりフライ率っていうところですね。これがちょっとおかしなことになってまして、2020年度は 44% だったんですが、今季は 70% になっていると、まあ、プラス 26% もフライが増えたというところで、ちょっと異常ですよね。まあ、ここが非常に良くなっていると。あとはボール球スイング率が 5% 下がっているというところになりますので、ここもね、結構顕著に変わっているところかなっていうふうに思います。はい、でこれをね、総評で見ていくと BBK ですね、実はここに大きな変化はありません。まあ、むしろね、三振率が悪化しているというところになっているので BBK 全体は下がっているんですよね。ただ今季フライ率がやはり 70% とめちゃくちゃ高い数字、実はこれはですね、全選手中、まあ、50打席以上の選手ですね、で今季トップの数字ということになっています。さらにボール球スイング率の向上で、ストライクゾーンに来た球をうまくフライにして長打を量産していることが分かりますね。なのでやはりフライ率が増加したことによって ISOB ですね、長打率、長打力っていうのがですね、非常に良くなっているというのが分かります。なので彼の好調の要因というのはそうなのかなと、バットに当たるようになったとかではなくて、まあ、フライが劇的に増えたっていうことが今の状態につながっているのかなと。ただですね、バビップインフィールド打率はですね、自身の平均より結構高い数字が出てしまっているんですよね。だいたい2割6分くらいが清宮選手の平均なので、まあ、それよりも、まあ、上振れしている状態ということなんで、多少のね、収束っていうのも今後考えられるのかなっていうふうに思うんですが、ただそれを差し引いても十分なね、成績っていうのを残せるのが、今季なのかなっていうふうには感じます。はい、さらに言うとですね、チームのフライ率、日本ハムは 49% の両リーグで1位の数字なんですよね。昨年と比較しても 2% 以上、上昇しているということになります。まあ、おそらくですね、まあ、新庄ビッグボス政権になってフライボール革命とか、まあ、そういうところがね、より一層進んできているのかなっていうふうには感じますので、まあ、そういうところも新庄野球と非常にマッチして、おりますので、今の活躍につながっているんではないでしょうか。はい、ということでね、清宮選手が活躍できている要因としてフライ率が劇的に上がっていることが分かりました。では一方で今後の課題っていうのもありますので、そちらの方もね、チェックしていきましょう。はい、ではこれからの課題というところを見ていきましょう。まあ、いろいろね、あるとは思うんですよね、課題自体は。その中でも一番ちょっと顕著だったところを取り上げていきます。それが対左投手ということですね。で、見ていくと清宮選手対右の成績ですね、通算で見ていくと2割1分7厘、出塁率3割6厘、長打率が3割9分7厘、OPS が 0.703 という成績ですね。で、今季で限るとですね、打率は2割8分2厘まで上がります。出塁率も3割8分、長打率が5割6分4厘、 OPS が 0.944ということで、まあ、対右成績だとですね、素晴らしい成績になっております。ですが対左投手になると通算で見ていくとですね、1割7分3厘、出塁率が2割6分1厘、長打率が2割8分1厘、 OPS が 0.542 という成績です。で、今季に限ってもですね、打率が1割6分7厘、出塁率が2割6分8厘、長打率3割3分3厘、OPS が 0.602 という成績になっているんですね。まあ、左の方がですね、明らかにサンプルサイズは、小さいので、まあ、偏りはあるんですけれども、どう見ても対左ピッチャーが、苦手というところがわかります。まあ、全部ですね、成績は下がってますよね。まあ、長打率もそうなんですけど、K パー、BB パー見てもですね、どの数字も対左はですね、苦戦していることが分かります。はい、で、まあ、今季1軍でですね、左ピッチャーの割合っていうのは約3割程度なんですよね。NPB 全体で約4割くらいいると言われているんですが、1軍ではね、約3割ほど、30% ほどというところなので、まあ、ワンポイントの左起用っていうのもね、これからはどんどん増えていくかなっていうふうに思います。そうなってくると、まあ、自身のですね、まあ、打撃でおそらく3割、4割は左ピッチャーと戦っていくことにね、これからレギュラーで出続けると、なるんですよね。そうなった場合ですね、やはり清宮選手、まあ、しっかりとここを克服していかないと安定した成績っていうのはなかなか難しいのかなっていうふうには思いますので、まあ、今後ですね、克服していきたいところは対左投手かなっていうふうに思います。もちろんね、今季中に克服っていうのは難しいかなっていうふうに思うので、1年2年3年とね、まあ、じっくりでいいので、ここの差っていうのを徐々に減らしていきたいのかなというふうには感じましたね。はい、では今日は以上です。最後ネットの反応を見て終わりましょう。
ではネットでの反応を見ていきましょう。いろいろ言われることあるけど、清宮君には日本を代表するバッターになってほしいです。やっぱりスター選手がいると野球が楽しくなるということですね。うん、そうですね。清宮選手に関しては苦しんでいる時期もあったんですけど、まあ、こうしてね、活躍できて、これって、やっぱね、私自身も日ハムファンというわけではないんですけど、非常にやっぱもう嬉しいなというか、まあ、待ってましたという感じですね。そういう方っていうのは多いんではないでしょうか。まあ、日本ハムね、スター選手、まあ、大谷選手、等ですね、出している球団なので、まあ、彼が育っていけばね、またこう、新庄ビッグボス政権の、まあ、大きな財産にはなってくるのかなっていうふうには思います。で、やっぱね、比較される対象が村上選手ね、どうしてもなってしまうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、彼にですね、まあ、負けないような選手っていうのにね、これからしっかりと育っていける可能性っていうのは全然あるかなっていうふうには思いますので、清宮、村上、そしてね、もう一人安田選手、ロッテにいますが、まあ、彼も育ってくればですね、非常に、まあ、日本球界もね、本当面白くなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、これからが本当に楽しみでございます。はい、でこちら見ていきましょう。清宮は守備向上と入団時求められていた姿にどこまで近づけられるかだけ、あとは怪我しないことということですね。はい、で清宮選手に関してはね、今回あえて触れなかったんですが、やはり守備面に関してね、まだまだ不安要素はあるのかなっていうふうに思います。ファーストの守備っていうのが難しいので、まあ、外野起用とかもね、おいおい本格的に考えていかないとダメなのかなっていうふうに感じるんですが、まあ、ただチーム事情とかね、いろいろ、まあ、加味した上でのね、判断にはなるのかなっていうふうに思いますが、まあ、そこはね、しっかりとやってほしいところと、であとは本当に入団時に求められていた姿っていうところですよね。今頃ですね、ホームランを取っているみたいなね、ところまで想像は、できていた選手かなっていうふうに思いますので、そこをね、本当我々の想像に近づけるようになってくれればですね、まあ、最高なのかなっていうふうには思いますし、あと本当怪我ですよね。それで苦しんでいた時期っていうのも清宮選手あったので、しっかりとそこだけですね、カバーしていただければ、まあ本当ですね、まあ、いい選手になるっていうところはまあ間違いないのかなっていうふうには思いますので、清宮幸太郎、まあ、今シーズンの残りもそうなんですが、来年再来年に向けてもっともっとね、成長していってほしいところでございます。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、声かなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。